いやドキュメンタルがバグで見れなくなってね。いやめちゃくちゃ怒ろうと思ったけど、まあ不具合ってあるんでねって思って、そしたらねすごい落ち着いてきたけど、もったいないよね。なんかすごいさ、バグってやっぱ不具合でなんでそこで出るんだろうってあっちも思ってんだろうね。うわー、かわいそうだなって思った。うん、俺みたいなねやつがいっぱい来るし、そう、俺はめちゃくちゃ優しい人間だから、なんか今そのキャラでやってるとかじゃなくて、本当に込み上げてめちゃくちゃ怒りが込めてくる。よくよく考えたら不具合ってそういうもんだからなって思って。いやー、不具合が味方してくれないね。3と4ね、一番面白くなったとこをね、次回予告でちょっとネタバレされてさ、うお、絶対面白いじゃんって思って、見たら、見れないってね、なんか、めっちゃムカつくんだよね。それも、利用不可って書いてんじゃないの。チェックマークプライムって書いてあって、プライム会入ってないのかなって思って、プライム会員特典で、まあアニメとか多分大体特典だと思うから、見たら、あ、見れるってなった。ああ、じゃあ、そうなんだ。って言ったらやっぱバグらしい。朝一で見て、俺眠いから寝たんだよ。腹立つな。不具合めっちゃ腹立つな。なんかね。あっちだって不本意だしね。めっちゃ切れてるでしょ。作った側が。おいーって。やっぱ集中しちゃったのかな、利用が。なんかついてないね、ドキュメンタルね。ドキュメンタル運営っていうか、アマゾンね。俺たちもついてないけどさ、でもほんとあっちがついてないじゃん。最初のスタートダッシュでさ。まあ、これでちょっとね、1ヶ月くらい見れなくなったらね、やっぱ、一気にやるっていうのはちょっと不慣れだったからね、毎回毎回1週間に1個ずつやってたから、やっと一気にできると思ったのにって思ったけど、それでの不具合っていうのは、まあまあでもそんな今日見てる奴らだけだからさ、そのちょっと熱意のある奴らが損してるっていうね、その見る、その0時から見ようとしてる、でも0時からでも熱意は変わらんからな、いつ見ようとも。よくよく考えたけど。0時から見てるからすごい熱意があるとかじゃなくて、単純に予定の問題で見れない人もいるだろうし、たくさんさ。今日仕事してる人なんか寝なきゃいけないだろうし、見れないしさ。俺は普通に寝てたんですよ。でこうなって、いやーねー。まあ、こういう時にバグって起きるんだなっていうのがすごいなんか、かわいそうだし、すっごいブツブツだね、俺。なんか忍者がつけるコテみたいなので隠そうかな。なんかコテって、これマジで忍者わかんないんですけど。めっちゃブツブツ。こう、星座になっちゃうよ、これ。星座。俺がつけちゃおうかな。うん。半分もう星座だからね。あと名前つけるももう星座だよ。いつでも見れる星座。あー、ちょっとテンション下がったから炭酸水作りに行こう。あー、めっちゃテンション下がったけど、本当運営かわいそうだよね。これでまたアマゾンがさ、アマゾンが叩かれるわけじゃん。いやーって思ったね。うわ、かわいそうって思ったもん。アワーレミティが、なんでこういう時に限ってバグがピンポイントに刺していくんだろうね。まあ、そういうもんなんだろうな、バグとかそういうものっていうのは。もうすっごい面白くなりそうだったのに、すごい面白かったけどさ、でも俺意外に飛ばしちゃうんですね、ドキュメンタル。こうやってなんか気まずい感じのとこ全部飛ばしちゃうんですよ、俺。なんかね、全部ね、じっとしてらんないんですよ。いやー、でもなんかこういうのでいろんな意見を気にしちゃうっていうか、頭の中さ、純粋に見れないよね。なんかこれはこうなんじゃないかとかも、そういうことを考えると、そのネットのあれって嫌だな。純粋に楽しく笑いたいのに、もうそういうのができなくなっちゃってるよね。なんか、やっぱ俺は人と比べてるのが、人が見てどう思うかみたいなのをすごい重要視してるんだろうな。それがなくなればな、俺ももっと楽しく見れるのにな。だそういうとなんか気にしてるとこあった。でもういいや、気にしなくて。ね、世間体気にしたら笑えるもんも笑えなくなるわ。いや、すごい面白いからより楽しく見たいけど、でもやっぱ俺の見方は悪くしてな。俺すごい飛ばしちゃうんですよ。ところどころ。あー、もったいねー。嫌だね、バグってね。こういう時に狙い撃ちしてくるようにバグるっていうのがね、悔しいね。なんか作ってる側ね。
まあ不具合は不具合だもんな、しょうがない、しょうがないって言いたいけどさ、なんでこうなるんだろうなっていう、なんかすごい出来物いっぱいできてんじゃん、顔汚ねえ、まあ、汚いんでね、ちょっと炭酸水作ってきます。関係ないですけど、あの疲れた、うわすごいいいとこだったのに、暑い、ワイの部屋暑いね、暑いな、なんか空気清浄機の風量を5にするってちょっとよく分かんないことしてます。帰ってきた。